こんにちは、ナコールアッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。今回は埼玉県本庄市にあります農村ミュージアム金本蔵をご紹介します。自宅敷地内の蔵を改装し、養蚕に使われていた道具や農具、渋沢栄一関連資料を展示されています。かつて小平地域を中心とした絹産業遺産について学ぶことができる施設です。ぜひご覧ください。はい、じゃあ金本蔵と申します。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ここはですね、はい、この辺では昔から養蚕がですね、盛んに営まれておりました。そういったものを残すために、屋号が金本ということで金本蔵と銘を打って、東小平ネットワークの、一員としてですね、このようなものを収集し、展示しているところでございます。まずこの辺からですね。はい、この辺が、まあ、お蚕の種なんですね。そうなんですね。蚕の種、すごい。これ2万5000粒あるんですね。すごいですね。で、種がね、実が入っ種に、はい、この卵に、はい、中身が入ってると黒いんですね。あ、うん、で、抜け殻になると白くなる。あ、そうなんで、下地が黒だから、はい、生えたのがよくわかるということなんですね。なるほど。で、お蚕をこの幼虫をですね、こうやって、はい、桑の上へ吐くわけですね、はいはい、これがお蚕の吐きたてなんですね、うん、こう羽で吐いてやって、はい、桑の上へ落として、はい、これが蚕の始まり、吐きたてと言いますね、はい、これが今使われてる、はい、養蚕の種箱、はい、まあだんだん古くなってきて昔はですね、私はこういうのに、ここに蛾を入れて、はい、卵を産ましたわけですね、はい、これが昔の 種箱なんですね。じゃあ28個らしかできなかったんでしょ。そうですね。あ、だから効率がね、うん、はい、そしてこうやってだんだんお蚕は5回を脱皮をして、うん、これが大体実物大でしょうかね、お蚕さんですね。これが今度クワだけ食べて、緑のクワしか食べてないのに、はい、こうやって白い糸を吐くんですね、はい、でまあ、この辺昔の養蚕具ですね、はい、これがねクワ摘みって言って葉っぱをこうやってハサミがなくても、うん、つん一っ葉一っ葉摘んだんですね。クワツミもこういうのもあるし、はい、こういうのもあるし、あ、すごい、陶器のもあるんですね。すごいですね、うん、いろんなものがね集まっちゃいました。で、ね、こうやって繭を作って、はい、繭を作るとこういう余計な糸があるので、はい、こういうのをきれいにこう取って、はい、これを出荷するわけなんですね。でこれがまあこうやって毛羽取りって言って、はい、こういう余計な糸を取るやつなんですね。あ、毛羽取り機、もう回って、はい、このゴムが引っ張ってくるんですね、この余計な糸をね、はい、繭を作って2週間、3週間ぐらい経つと、もう自分でねこの繭を溶かして蛾が出てくるんですね。だから子孫を残すためなんですね、これもね。昔から営まれてたのは、ザフリの組合だったんだね。ザフリ、手でこうやって、ま、繭から糸を取る、手でね、個人個人で取ってると品質が一定じゃないかと思うんですね。それなので、じゃあ製糸工場を開こうということで、あ、出荷組合みたいなものですか。そうそうそう、秋田製糸工場っていうのを開いたんですね、私の祖孫が。あ、そうなんですか。根岸炭治と言いますが、はい、すごい。そしてこういった会社の、書類の中に、はい、渋沢栄一公の本があったり、あら、
とは論語、論語の本も数冊ずつあるんですね。すごいですね、うん、そうすると、まあ、論語とそろばん秀才知性史の精神ですね、うん、はい、ですので、まあ、こういったものを社員教育に使ってたのではないかと、同じものが数冊ずつありますのでね、はい、大遺産ってことで、はいはい、この間少し前に高山社に行きました、はい、高山社の歴史文教場っていうのがへー、ここにあったんですね。あ、本当だ、へー、これが開設当時の文教場の集合写真なんですね、はい、あ、これが明治38年頃だったんですけどね。そうなんだ、はい、高山社の社長は高山長五郎、あー、なんか長五郎さんって言ってましたね。その弟が上川へ向こうに行って、うん、木村九蔵、木村を持って蔵が共振者を作った、はいはい、その一番末っ子の妹がうちへ嫁に来てるんですね、はい、あ、そうなんですか、うん、高山長五郎、木村九蔵は、この文教所の開設した私の曽祖父になりますが、はい、おじさんに当たるわけなんですね。あ、うん、そうなんですか。まあ恵まれた環境で、文教所まで開設させてもらっていただいて、そうなんですね。っていうのは直角で狂いがないわけじゃないですか、はいはいはい、狂いがなく本物でいけと。ああ、それで金本なんですね。キートですね。真ん中にピンクの紐で縛ってあるのが、はいはい、当時のキートなんですね、はい、糸を取るのをザグリって言うんですね。そう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 、あ、なるほど、うん、はい、なるほど、すごいよく残ってますね。これなんかまだ新しくないですか、うん、はい、すごい新しいですよね。これがね、昔の枕です。頭痛くないのかな。髪を抜いてたから。ああ。ね。それなので。毎日シャンプーしなかったでしょ。ああ、ですよね。これも夏用ですね。ああ、泣いてるのもね。すごい。計算機なんだ。すごいのがありますね。ラジオでしょ。ああ、これラジオなんだ。昔のね、アイロンだよね。あ、固定、すごいすごいですね、これ茶釜、すごい。でも、鉄でしょ。鉄じゃないのか。銅も入ってるんですか。鉄瓶です。あ、鉄瓶ですよね。ちょっとおしゃれな鉄瓶ですね。ねえ、アンティークですよね、今はね。こんな大きいのがあるっていうことは、すごい、これ何リッター入るんだろう。工場区なんかですか、ね、ですよね、10単位ですよね、きっと。すごい、こうやってここに炭を入れて、あ、炭を入れて、あ、炭を入れるんだ。でこれでこう、はいはい、へー、原って言って、まあ、薬とか、はいはい、ゴリゴリするやつですね。いやー、すごいな。あ、こう書くんだ、野原って。へえ、なかなか見ませんね。うん、音が聞く。ここに旗織り機があるんですよね。あー、すごい。こういう旗は反物で、はい、縦糸だけくるんだよね。で、はい、こういうのに巻いてくるんだよ。へえ。何でしたっけ？はいはい。ね、そうするとこれをこう引っ張っていって、こう通して、はい、通して、これ縦糸なんですよね。で、この糸を今度は横糸を入れてやんないと、はい、布にならないですもんね。で、これが横糸を入れるこう。はいはい、旗織り機なんですね。あ、これ行ったり来たりして、はい、振りしてますよね。そしてこの旗を織る横糸が、はい、
これが船っていうんだよね。これがこう行ったり来たりする。それに横糸を巻く機械なんだよ。あ、そうなんですか。で、横糸はこれに巻いて横糸が行ったり来たりする。あ、で、その横糸を巻くこう機械なんですね。はい、あ、なるほど。これ馬の背中にかけて、はい、引っ張るやつ、そうそうそう、耕すやつですか。こういうの引っ張ったわけですね。ね、これが運河って言って、この辺は平らなとこばっかりじゃないですか。はいはい。これをこう、ここへ足をかけて、はい、足でこれを土に刺して、はい、こう返してやるわけだね。あ、返すやつなんだ。耕せるわけだ。はいはい、ね、山の道具ですね。ですよね、うん、すごい。なかなかね、ないですもんね、うん、もうね、見ませんよね。中はもうないんだよね。あー、すごいですよね。すごい、なかなかいい道お目にかかれないですね。